どうもローストビーフです。ということで、いたずら女神の、雰囲気、やっていきます。なんですけども、ちょっとその前にね、ちょっとメンバーの方をね、上級まではね、まあ、大体、まあ、どんなメンバーでもよかったんですけども、ちょっと上級からね、ちょっとメン厄介なねもんがいるんで、そこをね、ちょっとね、対策するために、まあ、どれでもいいのかな。これいじろうかな。てか、これ、もうほぼいじんなくてもいいかな。ここにね、あれ入れます。あの子。どこかなと。あれだ。ここにね、でこれ。黒ヒリン。バイキルト、底上げをね、入れたい。なんで、バイキルト、まあ、アンちゃんと黒イリンで、まあ、1.4 倍かな。んで、まあ、ファムちゃんと、まあ、ツバキちゃん、超豪華力。で、まあ、ともえが、また、あ、これ、アンサー1個になっちゃうな、これ、回復。大丈夫かな？アンサー1人だけっつうのはありなのかな？だから攻撃力がね、かなり大事になってくるらしいんで、まあ、これでちょっと行ってみっか。大丈夫かな。で、まあ、あれ、封印球。まあ、封印球、って、貫徹する矢と。まあ、クリアまで魔力ゼロなんでね、まあ、試せるんで、まあ、やっていきましょう、これで。できれば蘇生が欲しいけど、蘇生がいないと。まあ、これ、にゃーでは行きますか。まあ、にゃーさん。これ。仕方ありません。元の姿に戻してあげましょう。というわけで、君たちはリタの元の姿に封じたという鏡を求めて神殿軍の郊外に向かっている。そこにいる人が鏡を保管しているからだ。一応聞いておくけど、次の人には変なことしないよね。まあ、黙ってると。したんだと。ウィズは君にそっとつぶやく。今回も覚悟した方がいいにゃ。どうしていたずらばかりするのかと君はリタに尋ねる。意味なんてないば、面白いからやってるだけ。リタの言葉を打ち消すようにエレには言う。寂しいんでしょと。バカなこと言わないでと。私は相手が悔しがる顔が面白いの。まあ、札付きのワルってやつってね。一人ぼっちゃと構ってほしくってそういうことしちゃうんだ。私も前は似たようなことをしたしと。私の話を聞いてるの？勝手にあなたと一緒にしないで。ねえ、お友達になってあげようか。なと。いい考えね。よかったわね、リザ。勝手に決めないで。エレニア君に向かって言う。君に向かってでも誰なの？君に向かってって、この主人公、この女の子に対して言う？君。これなんかね、おかしいな、なんか、三人称は。なんかあっちこっちに変わってる。君も、猫さんも、リタと友達だよね。だから勝手に決めるなと。友達になるのが嫌なのかと君はリタに尋ねる。いや、そういうわけじゃなくて、と。だったら問題ないね。友達だ。ふん、勝手にすれば。と逃げるように先へ急ぐリタの後を一同は追いかけた。まあ、ということで、やっていきます。また宝箱。まあ、これはもう問題を見ずに、今、ゼニガメと。ただ、アンサーが1個っつうのはね、これ、やばいかな。どうなるかな。これもちょっと速攻で倒していかないと厳しいかもしれないけど、3色潰したいな、これ。もうおっしゃってるけど。なんとか当たったけども、それぐらい、これ1つ。トモエがね、2体だとパネルが4つなんだけども、これ1体なんだよね。ただその代わり、アンちゃんがいるから、まあ、ところどころでいけるのかな。
あれちょっと今の回復っていうか、貯めとけばよかったな、少し。とか、そうそうそう、あれ、貯めなきゃいけないんだよ、忘れてた。俺なんで今貯めなかったんだろう。まあいいや。もう行こう。どれぐらい食らうかな。うわ、これちょっとアンサー1個じゃ厳しいかもしんねえな、これ。結構食らうぞ。やばい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 。いや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 、これ死んじゃうでしょ。これやっちまったかもしんないな。いや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 、ちょっと待って、これやり直そう。待って、アンサー1個はきついか、さすがに。いや、アンサー1個っつうか、これなんだろうな。アンサー1個もきついし、あーこれどうだろうな。けど倍キルト欲しいんだよな。これワンチャン消すしかねえのか。ただね、ちょっとね、あれがさっき2戦目だったんですけども、3戦目にね、ちょっとタコが出てきて、これをね、一旦キルしたいんで、ただ一旦キル無理か。これどうしたらいいかな。これも炎だから、炎は別に出てこないんだよな。どっちかっていうと有利属性軽減が欲しいんだけども、まあいない。これは難しいとこだな。けどこれ2体必要だな。ちょっと結構食らうな。まあ、速攻で蹴りつけりゃ問題ないのかもしれないけど、ボス戦でもちょっと枯れするかもしれないから、これはね。いやけどあれ、ダメージ食らわなきゃいけんのかな。ちょっともう一回やってみようか、このメンバーで。なんかいけそうな気がする。一戦目で食べなかったのが悪いな、あれは。で、二戦目は遊ばないで、もう速攻でもうダメージ与えなきゃダメだ。これ、総理出てくるのかな。ストーリーないの？読んじゃったら終わりなんだ。1戦目のやつがどれぐらいダメージあるの？あれ結構ダメージ出てくんな。けどこれ3ターン4ターンはもうその復職だから貯められないじゃん。うわうわうわ、もうこれ舐めてんだろこれ。やばいやばいやばい。一体は消した方がいいな。もう復職もういらねえよ、復職。ただこれで殺しちゃうから、もしも当たってた場合、こうして、いやこれわかんねえな。待ってたからな。うわ、当たっちゃったよ。けどこれマスターしないからギリギリ大丈夫。いや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 、ちょっと多色来てくれよ。危ない危ない危ない、ギリギリだ。いやいや、ちょっと多色来てくれ。なんで攻撃来てくんないんだよ。普段来ねえじゃんか。ちょ、また当たっちゃ、当たっちゃった。やばいやばい。アンサー1がきついかな。これもうダメージ食らってる暇ないからね、これ。で、あるだろ、パネル。まあ、まあ、許せる範囲だな。もう1体から消さづけとこう。止まりかけたな。うわ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 、これもう復職いらねえっつうの。元気だと危ねえ。いや待って、これケタだ。全然スキル貯めてねえな。